声がいいですよね。めちゃめちゃ綺麗。温かいのが美味しい。これ袋に入ってると全然違うので。きっかけは料理がもともと作らされてたんで、うちで、でそっちの方向行きたいと思ったんですけど、魚はいいですけど肉を切って血が出るのが嫌だったって考えたら、そういう方法もあるんじゃないかなと思ったんだけど。表面がちょっと、そうです、茶色いというか色がつきやすいんで。蜂蜜なしのロールケーキも作られたことありますか？ あります。その違いって何かありますか？ただのスポンジケーキとカステラ食べてるぐらいの違いがある。砂糖の甘い風味じゃなくて、本当にカステラ食べてる、みたいな風味が出てくる。だからお客さんカステラだって言います、これ。完全に沸騰しなくてもいいですけど、なるべく熱いお湯だったらきれいに入れる。断面がきれいじゃない、多分切れると思いますよ。これも出来たてと明日食べるの全然味が違いますよね。これが好きな人は今日食べるの試算してもいますし、次の日が行ってしまいますし、その2日ぐらい、2日3日後の方が美味しいと思います。オープン当時、本当もう10年前ですけど、ちょっと1日100個売れてたんで。そうなんですか。黄色っぽいし、卵が美味しい。美味しいです。卵かけご飯です。すごい美味しいです。あ、ちょっとちっちゃめの卵ですけど、おー、すごい程よく仕入れたやつなんで、いや、もう本当に入った時なんてもっと大丈夫なんていうか、はい、美味しいです。これがお菓子のベースになってるよね、どうしても。これは変えられない。これは鍋はちみつを入れたケーキなんですか？はちみつを主にしてるケーキ屋さんがなかったから。なかったし、はちみつがどうしても材料で一番味が変わると思ってた。砂糖をそんなに変えても大きく変わらないですけど、蜂蜜は大きく味が変わる。と昔から食べてた蜂蜜のイメージがあるんで、子供の時から、はい、その蜂蜜じゃないと蜂蜜じゃないっていうイメージがどうしても取れなかったので、やっぱり食べたのが美味しいイメージがあると思う。いけないの記憶に、そうですね、舌が敏感になったっていうのは敏感になってますね。多少の味の変化とか何使ってるのか大体分かってきてるので、片付けながら作らないと嫌なタイプなんで。本当はそうなってるの嫌なんです。すごい気になる、はい、料理作り終わったところで流しに何か入ってるのが嫌なんです。ほぼ洗ったものもここに置いてあるのも嫌なんです。かっこついて、もうちゃんとそこに置いておかないと。鍋とかここに洗ったまんまのお水が置いてあるのも嫌なんです。片付けないと次のことができない。うん。蜂蜜を紹介してくださってね。はい。ちょっとそこのお店で蜂蜜を紹介していただいて。
反応どうですか。あ、もうやめられないそうですね。あ、そうですか。代わりのものがないから。百貨はいっぱいあるらしいんですけど、はいはい、僕の蜂蜜屋さんでも、はい、その限定した蜂蜜がなかなか売ってないって。そうですね。一番パンチしたのはフランスに行って養蜂に行ったんですよ。あ、はい、ツアーで、はい、その時食べた蜂蜜が衝撃的で、すごい。その向こうのよりきつい。きついです。そうですよね。まあ、要はあのフランスのお菓子のみんながそんな感じがイメージ的にはしてるんですけど、すごいそのこうガツンと食ってる感じ。そこで初めて栗を食べて、あ、栗ですか。それで蜂蜜のイメージがつくと、すごくこちらぐらいのものをで、それに対抗しようとすると、いや、そうですね、あ、美味しくなかったって言いました。そうです。あの、渋くて日本人好きはあんまりしないんですけど、ただ今、洋菓子かなんかでも栗の味を使うと、もしかしたら、ね、やっぱそうですか、はい、使い方によって、そういったものも、うちのそばたちみたいにそばロール使っていただいたりっていうのも、なんかそういう特徴をうまく使って、そうですね。そのあれはすぐとか売り切れますね。その1日だけなんで。そう、どうなんだろう。美味しいっていう人と、分かりますよね。そうですね。ちょっと違うので。そばで買った使い方に面白い使い方って乳製品とか卵とか動物のその匂いっていうか味の方が合いますよね。さっぱりしたものよりちょっと癖があるっていうか、乳製品とか肉とかそういう、チーズもそうですよね。意外な変なっていうか、癖のあるやつは蜂蜜かけると思いますよ。レンゲは焼き菓子というか、その火を通したのにすごい後から匂いが香りが出るんです。白花豆は火を通さなくても匂いが残って強調するので、チョコレートとかチョコレートの真ん中のガナッシュとか、そのムースとか、うちの蜂蜜もあれ白花豆なので、チョコレートケーキでも合いますね。火を通すと弱まる蜂蜜と風味が出る蜂蜜があるみたい で外国人の人が方がここで講習会やってもらった時に、レンゲの蜂蜜が一番使いやすいって言ってました。匂いが残って、外国の方は白ハマメの風味もレンゲの風味の方が強いっていう感じらしいです。あれが美味しいって言ってました。海外の方って味覚って違うんですね。違うのですね。ケーキだって海外でめちゃくちゃ甘いんですよね。甘いです。海外の方は逆に日本のケーキとかは物足らない感じなんですよね。あれは料理に砂糖が入ってないんで、海外は、うん、ああ、はいはい、砂糖を食べてないんで。あ、そうか。日中っていうか日頃、そのために甘いものを食べたくなるんです。で、日本に来ると食事で砂糖を取るんで。本当ですね。そこまでの砂糖は必要ないから、お菓子もそれでちょうどいい。海外は砂糖が使わないですね。ないですね。